皆さんこんにちは。 Do It Yourself Ideas へようこそ。このビデオでは新しい折り紙の箱の作り方をご紹介します。今回はサイコロ型の小物入れです。こちらには小物入れ1つとさらに前に1つポケットがついています。ですのでこちらにガムやチョコレートなどを差し込むことができます。またメッセージカードなどもこちらに差し込んでお菓子を入れてプレゼントしてもいいと思います。今回使った紙の大きさは縦15センチ横20センチです。それでは始めましょう。今回のボックスを作るために必要な紙の大きさは少し変わっています。割合が3対4の割合になるようにしてください。今回は短い方が15センチ、長いこちらの横が20センチになっています。常に3対4の割合になるように紙を調節して作っていってください。短い方が3、長い方が4の割合になります。それでは折り始めましょう。それでは折り始めます。短い方を3分の1に分けていきます。このように短い方を3分の1に分けていくので、このように3つに分けれるように丸めてください。すべて均等にしてください。両側をしっかり確認して長さが同じになるようにします。そうしたら平らにこのように折ります。これで短い方を均等に3つに分け終わりました。それでは次に短い方を重ねるようにこのように半分に折ります。開いてください。それでは両側の短い方を今作った中央の折り目に合わせるようにこのように折ります。反対側も同じです。開いてください。これで下に4つ正方形、短いところに縦に3つ正方形が完成しました。全部で12個正方形が完成しています。それでは短いところが自分の方向に向くように紙を机の上に置きます。3つ正方形があるのでそれぞれ両側の角をこのように折ってください。外側の角を正方形の中の向かい側の角に合わせるようにして折ります。それでは1列目をすべてこのように上に倒します。こちらの真ん中のところが箱の底になります。左側の折り目に合わせて上にこのように向けてください。ただその前にもう一度右側の正方形3つを内側に倒します。そして左側の特にこちらの部分をしっかり折り目をつけます。向かい側も同じです。正方形3つを倒して右側のところをしっかり折り目をつけます。それでは左側の1列を上に向けてください。それではこちらの真ん中の正方形の部分を斜めに半分に折るようにします。左手でこのように内側に倒してください。そして左手で持っている四角形はこのように立てておきます。向かい側も同じです。今度は右手で
角を持って下の中央の正方形の部分を斜めに半分に折ります。これで箱が少し完成してきました。こちらの三角形の部分を上に倒します。向かい側も同じです。上に折ってください。こちらが箱の外側のポケットになります。これでほぼ完成です。こちらの2つの正方形をこれから内側に折っていきます。まずは斜めに外側の正方形の部分を半分にしてください。斜めに半分に折りました。こちらの今作った三角形を箱の内側のこちらの隙間の間に入れてください。もう一度同じように向かい側も折っていきます。まずこちらの部分を上に折ってください。この外側の四角形を斜めに半分に折ります。そうすると新しい三角形が箱の内側に一つできます。こちらの三角形を箱の内側の隙間の間に入れます。これで小物入れの完成です。両側にそれぞれ一つずつポケットがあります。内側は先ほど入れた三角形が隙間の中に入っています。これで小物入れの完成です。今回はお菓子を中に入れたいと思います。そして一つ手前のポケットにお菓子をこのように差し込むことができます。完成するとこのようになります。ハートの青の折り紙と真っ白の紙でも作ったので皆さんにお見せします。いかがでしたでしょうか。とても簡単でシンプルだったと思います。こちらは小物入れあるいはポケットにメッセージカードを入れて箱の中にお菓子などを入れてプレゼントとしてもいいと思います。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。